こんにちは、かおさんです。はい、ということで今日は楽天第1位美脚着圧タイツ履いてみたの回です。はい、で今日紹介していくのはこちらのタイツです。なんかもうパッケージはめちゃくちゃシンプルなタイツなんですけど、なんかねこれいろいろ機能があって、書いてあったポイントはまずお腹周りがすごくゆったりとした設計になってる。で着圧って結構こう履いてると苦しい、きつい、ピチピチするっていうのがあるんですけど、お腹周りがゆったりしてるのですごい履きやすいっていうのがポイントと、お腹の部分はすごいゆったりしてるんだけどお尻の部分はこう持ちがあってしっかりとキュッてはまるようになるので、こうなんか締まったお尻が演出できるっていうものになってるそうです。で、プラスつま先ガードがついてるので、なんか結構着圧とかってこう思いっきり引っ張んないと上がんなかったりすると思うんですけど、思いっきり引っ張った時にも穴が開きづらく強い、タイプになってます。あと何個か、まあ、ポイントはあるんですけど、なんかすごく、美脚に見せてくれるっていうので楽天で今すごく人気のタイツになってるみたいなので、今日は、これを試していきたいと思います。はい、そしたら開けていきたいと思います。シンプルオープン。あ、なんかね、あ、ザラザラする。すごい、あ、すごい、めちゃくちゃ着圧入ってますねこれ、すごい。この足の部分とかが結構ザラザラで蛇の鱗みたいになってます。先の部分も確かにすごいしっかり補強されてますね。でもね、足の部分は結構伸縮性があって割と伸びる感じで、確かにそんなにテカテカはしてる感じはしないかなと思います。結構やっぱ硬いんでなんか履きづらくないかなっていう心配はあるんですけど、もうね、なんかかなり一押し感を出してた。あ、見て、お尻のところとかすごい立体的になってて、わかるかな、ちょっとぷくってなってるんですけど、なんでお尻のところがこう綺麗に見えるような仕様でここが丸くなってます。じゃあちょっと履いていきたいと思います。最近あんまり着圧系履いてなかったから、なんかお、結構きついですねこれ。うわ、きつい。こりゃ普通の履き方できないや。あ、すごい、めちゃくちゃ着圧。なんか一応この足首から上にかけてちょっとずつ着圧がこう弱くなってる仕様みたいなんですよね。まあ、それで、まあ、一般的に着圧タイツとかってそうだと思うんですけど、やっぱこう下から上に上げる仕様にすることでむくみが取れやすくなってるのかなと思います。あ、ここかかとらへんから引っ張ると結構上がりやすいかも。なんかパッケージには、パッケージとかその説明のところにはどれぐらい着圧が入ってるかっていうのを書いてなかったんですけど、結構これ入ってますね。なんかあのライズアップの超着圧を履いてる時を思い出す。もうこんな感じです。確かに部分部分のこう足首とかこういうところとかは結構しっかり着圧が入ってて、ただなんかこの間の部分は割と伸縮性がいいのでそんなにこう上げにくい感じはないかなと思います。はい、ということで、まあ、こっち今着圧のやつを履いてみました。でこっちがまあ素足ですね。どうですか、素足と比較して
まあ、黒タイツだからっていうのはあるかもしれないけど、やっぱりすごいすっきりとした感じはするんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。はい、ちなみにこっちが、さっき履いた着圧タイツで、こっちは、まあ、ノーマルのタイツなんですけれども、どうですかね。なんかまあ気持ちいい、こっちの方が引き締まって見えるような気もするんですが、どうでしょう。結構ここら辺のね、着圧がしっかり入っているところがキュッと引き締まって見えるような気はします。で、触り心地的には結構ね、ザラザラする感じはありますね。やっぱテカテカしたのが目立たないっていう風に書いてたんですけど、どうですかね、テカリは目立ちますか。目立ちますか。知らない。はい、上から見るとこんな感じなんですけど、こっちが着圧でこっちがノーマルのタイツなんですけど、ま、若干ね、この生地のザラザラ感はあるんですけど、確かにあんまりこうテッカテカした感じっていうのは分からなくて、すごく細く見せてくれてるような気がします。で、足先もしっかりと補強されてるので、まあ爪とかを引っ掛けてしまって破けたりするっていう心配はないんじゃないかなと思います。はい、そのままこっちがさっき履いた着圧タイツで、こっちがノーマルなんですけど、足の裏はこんな感じです。わかるかな、この先の部分がね、すごくしっかりと補強されてるんですよ。で、ここの部分とかもしっかりとね、なんか補強があるので、なんだろう、ここの部分の補強はなんか意味があるのかな。土踏まずのところとかが疲れにくいようになってるんですかちょっとよくわかんないけど結構こんな感じです足の穴はなんかパッと見はそんなに大きな違いはないけど、まあ、しっかりとやっぱここの部分が本当に生地がしっかりとしてるので、まあ、引っ張り上げた時に破けにくい感じになってるかなと思います。はい、ということで今日は楽天で第1位の人気の着圧タイツを履いてみました。で、確かに噂通りなんかこのテカテカ感がなかったりとか、すごい着圧はしっかり入ってるんだけど、なんか普通のタイツと一見遜色がないというか、見た目が変わらないのはすごく履きやすいかなと思いました。結構本当に着圧がしっかり入ってるので、なんか朝ね、時間に余裕がある時にぜひ履いていただきたいかなっていうのと、まあちょっとなんか本当に旅行中とか、まあ、むくみが気になるような時とかは履いていただけるとすごくすっきりと一日むくみ知らずで、使えるんじゃないかなと思うので、よかったら皆さんも楽天の超着圧美脚タイツ履いてみてください。はい、ということで今回の動画いいねと思ってくれた人は高評価、チャンネル登録、インスタやツイッターのフォローもお願いします。りょうさんでした。